高等内氏は南北朝時代の女官。本名は不詳。公家の世尊寺家の一族で、一条行員あるいは一条行員の娘、または一条行房の娘もしくは妹とも言う。太平記に新田義貞の妻の一人として登場する。高等内氏は鎌倉時代後期に五代醐天皇の倒幕運動に加わり、鎌倉歓楽に功績のあった上野国の新田義貞へ、 天皇から恩賞として与えられ、彼の妻になったと言われる。県務三年初頭、新田義貞は、県務政権から離反した足利高氏を、楠木正成や北畠秋家らと共に、京都で破り、足利高氏らは、九州へ逃れたが、2月から3月にかけて義貞は、高氏追撃を行わなかった。その理由として、大平記では、新田義貞は、京都において、 高等内市との別れを惜しみ、出兵する時期を逃したとして、彼女が結果的に吉定の滅亡の永遠を作ったとする描き方がされている。その後、高宇人が上京して五代醐天皇を追い、新田吉定は常吉親王らを報じて北陸地方へ逃れた。太平記よると、微和湖藩の今片田において別れ、刑にて悲しみの日々を送っていた高等内市は、 新田義貞に招かれ、北陸へ向かった。しかし義貞は、足利軍の攻勢により、延元3年、兼務5年うるう7月2日に、越前国で戦死した。義貞が戦死した藤島近くの三国港は、江東内市の収入源の一つだったことも指摘されている。江東内市は、ソ山において、その戦死を知り、刑で国門にかけられた。 日田義貞の死宮を目にして落職して、美国になったと描かれている。また、江東内氏の父と伝わる雪草も、日田義貞に従い、北陸で戦死していると記されている。太平記によると、義貞の死後、江東内氏は、京都の佐賀にある王城院で、義貞の母大を弔って、余生を過ごしたという。その一方で、大津市片田にある、高東内市を祭神とする。 野上神社、菩提寺の潜伏寺には、江東内市が琵琶湖琴ヶ浜に受水したという伝承があり、異例のための野上祭りも行われている。その後江戸時代に公爵として、太平記が広まると、各地に江東内市の墓所が作られた。そのうちの一つは、群馬県大田市、阿久津町にある。江東内市と日田吉貞との関係を記した資料としては、 太平記があるのみであることから、南北朝時代が、専門の歴史学者で、福岡大学教授の森茂暁は、年代的な推定などから創作ではないかと、考察しているほか、さらには、高等内史そのもの実在すら疑わしいとする説も、ある。また、太平記における吉瀬だが、高等内史と色濃い沙汰に落ちていたという時期は、実際は吉瀬だが、 起こり病という名のマラリア性の熱病に伏せていた時期ではないかという説もあり、日本中世史と日本医学史が専門の歴史学者で日本医科大学名誉教授の奥富隆幸や日本中世史が専門の歴史学者で東京都立大学名誉教授の峯岸すみらがこの説を支持している。テレビドラマ、ありがとうございます。